カードを1枚使います。はい。使うのはこのカード。うん。よく見る。はい。テーブルバーです。ん？え？どうしたのわかります。え？この落ちたカードが2枚のハートです。完成したの？はい、今回紹介するマジックはカードがガラステーブルを一瞬にして貫通してしまうというマジックの紹介です。演じるにはガラステーブルが必要になってくるんですけれども、ただですね、ホテルとかバーとかそういったちょっとおしゃれなところに行くとガラステーブル結構あったりしますので、こういったシチュエーション限定のマジックっていうのは普通のマジックやるよりもマジで何倍も驚かれますので、ぜひ練習して試食してみてください。そしてこのマジックの強みはですね、なんといっても即興でできるっていうことですね。極端な話、借りたトランプでもその場ですぐに演じることができます。それではやり方を解説していきます。まずカードを弾いていて好きなところでストップをかけてもらって、そこで巻きます。上半分のカードをですね、テーブルの端の方に置きます。この時ちょっとね、持っている側の手の方に寄せて置いておくとやりやすいです。そして分けてもらったところのカードを覚えてもらうんですけれども、この時にですね、ダブルリフトを使って2枚を1枚のようにひっくり返してこのカードを覚えてもらいます。ダブルリフトのやり方は以前解説していますので、概要欄の方からチェックしてみてください。一応簡単に解説しておきます。親指で上のカードを2枚ずらして戻すんですけれども、この戻す時に上から2枚目のところに少しだけ小指を挟んで戻すとちょっと隙間ができますので、この上から2枚目の隙間から指を入れてずれないようにして2枚を1枚のようにひっくり返します。このカードを覚えてもらったら、もう一度2枚を1枚のようにひっくり返して上のカードをテーブルの上に置きます。この時、先ほど置いた束の斜めの位置になるように置いておくとやりやすいです。ダブルリフトを使ってますので、実際は選んだカードはこちらにあります。今度は左手をテーブルの下に持っていくんですけれども、この持っていく時に上のカード1枚だけを横にずらして左手の小指を深めに入れて戻します。そうすると先ほどのダブルリフトと同じように今度は大きめの隙間ができます。この隙間を作る動きをテーブルの下に持っていきながら行うんですけれども、そのままやってしまうと何かやってるの見えますので、少しこんな感じで手前に角度をつけながら行うとバレにくくなります。次に右手をガラステーブルの上のカードに覆いかぶせるんですけれども、このかぶせる動きの時に左手の小指から上のカードをこのカードの真下に来るようにガラスに押し付けます。手で上のカードを覆いかぶせると同時に下のカードをですね、小指を使ってできるだけずれないようにして押し当てて離します。ではここからラストまで一気に一連の流れを解説していきます。はい、この下にカードを押し付けたら、手を覆いかぶせているこの上のカードをですね、上のカードだけを手の中に回収しながら下のカードを示します。そして 1,2 秒経ってからですね、小指を離して下にスッと手をやるとカードが貫通したように見えますので、この貫通した瞬間にこの手の中のカードを束の上にこっそり持ってきて、そのまま横にずらしてこっそり置いてきます。その流れのままこの下に貫通したカードをひっくり返して貫通したことを示します。それではここからポイントを解説していきますが、皆さんが一番疑問に思っているであろう、どうやってね、この机の上のカードを手を覆いかぶせた状態からこんな感じでね、スッと回収してるのかっていう部分なんですが、これはですね、年齢差がちょっと出てくるかもしれません。っていうのもですね、手の水分量によるんですね。手の水分量が豊富に含まれていると、はい、こんな感じでね、上のカードスッと押し当てるとこう一瞬カードくっつきますから、この一瞬くっついたのを利用してスッと指を曲げるとこんな感じでね、手の中に隠すことができます。吸盤のようにこんな感じでね、空気が入らないようにスッとやってあげるとくっつきやすくなりますので、こんな感じで練習してみてください。では皆さん、恐れずにね、カード1枚をテーブルの上に置いて触ってね、グッと押し当てて手の中に回収できるかやってみてください。一発でできたよっていう人はもう素晴らしいですね。もういつでもどこでもこのマジック演じることができます。一方でね、ただカードを触ってるだけの残念な人になってしまった人は手の水分量足りてないということになりますので、このマジック演じる前に事前にハンドクリームに塗っておくとか、あとコップについてる水滴をね、少し触って湿らせておくっていう工夫が必要になりますね。一方でね、僕はね、さぞ成功している人かのように見えますが、僕は残念な人だったので事前にハンドクリームを塗らせてもらっております。はい、皆さんがここの部分できたかどうか、ぜひね、コメントの方で教えてください。結果を非常に楽しみにしております。はい、解説は以上になります。今回のマジックすげえな、少しでもできるようになりたいなって思ってくれた方は気軽に高評価ボタンの方をお願いいたします。僕も嬉しいですし、皆さんのリストに上がりますのでね、繰り返し見て練習するっていうのがすごくしやすくなります。
そして今回はガラステーブルを使ったものだったんですけれども、他にもね、いろいろ貫通マジックありますので、こういったものが見たいよっていう要望がある方はぜひ気軽にコメントしてみてください。チャンネル登録の方もねしておいていただけると、皆さんの要望に応えたマジックがポンって上がった時にね、すぐに練習することができますので、よろしくお願いいたします。それでは次のマジックでお会いしましょう。バイバイ。